ゾーイレイは、アメリカ合衆国の子役女優である。出生名は、ゾエ、レイパーミター、ベック。初期芸名は、ゾーイベック、ゾーイデュレイ。日本では、ゾー・レイ、ゾー・ライ等とも表記された。1910年7月13日、イリノイ州シカゴに生まれる。まだ5歳に満たない頃である1915年、ユニバーサルフィルムマニファクチャアリングカンパニーに入社。 同年3月2日に公開されたベスメレディス脚本、クレオ・マディソン主演の短編映画ゼア・ワに出演して映画界にデビューする。出演2作目以降はバイオグラフ・カンパニーに移籍、同社が量産する短編映画に出演する。1916年3月22日に公開されたルパート・ジュリアン監督のザ・デスペラードに出演してユニバーサルに復帰する。 同年、同社が設立した、子会社、ブルーバード映画で、恨みの歌、愛の血統、小国民、勇敢なる、ラッパ卒、山の喪失、クリスマスの前夜、名家のつぼみに主演を含めて出演。これらは日本でも公開された。1920年9月20日に公開された、アルフレッド・サンテル監督の短編映画リングスシングスに出演したのを、 最後に、満10歳で引退している。満24歳を迎える1934年、ローランド・フォスター・バーローと結婚、後に二次を設ける。1999年4月6日、夫ローランドと死別する。2006年5月20日、オレゴン州ニューバーグで、老衰のため死去した。満95歳ボー母書は不明である。すべて出演作である。ありがとうございます。